西部戦線外環南北戦争の西部戦線は、アメリカ合衆国のミシシッピ川から、東アパラチア山脈から、西の地域で北軍と南軍が激突した戦線である。東部戦線とは、地理的見学もあって、やや独立した動きとなっていたが、戦争の後半は、東部との連携が重要な課題となった。西部戦線の戦場は、 地理的なことと作戦の流れで定義される地域である。当初は、ミシシッピ川から、東、アパラチア山脈から、西の地域で表された。メキシコ湾岸や、東海岸での作戦は除外されていたが、1864年から1865年に、かけて、ウィリアム・シャーマンの指揮する北軍が、テネシー州チャタヌーガから南東に動き、 ジョージワ州や両カロライナ州の領域まで広がった。この領域よりも南西での作戦についてはミシシッピ川流域戦線で概説する。西部戦線は南北戦争の戦線の中でもある意味で最も重要なものになった。南軍は限られた資源で広大な地域を防衛することを強いられ、北軍は南部の農業の中心地に 直接つながる川をたどって、複数の経路から侵入した。ミシシッピ川を支配することは、北軍のウィンフィールド、スコット将軍が提唱するアナコンダ計画の中でも重要な鍵であった。バージニアの戦線は遥かに栄誉を重んじる戦場である。しかし、戦争の行方はそこで決まったのではなく、アパラチア山脈からミシシッピ川まで広がる広大な大地、 そしてさらに川の向こうで決まった。西部戦線は真に決定的な戦闘が戦われた。スティーブン・ウッドワース、ジェファーソン・デイビスとその将軍たち東部戦線は、当時もその後の歴史的な整理の段階でも、西部戦線よりかなり多くの注目を集めた。これは、その対立する両軍の主要都市が近く東部の大都市に、大きな新聞の発行書が集中しており、 ロバート・イーリー将軍や、ストーンウォール、ジャクソン将軍のような東部で名声を博した人物が、いたからでもある。このために北軍が西部で南軍を叩き、南部の領土を侵略していったことは、ほとんど気づかれないままであった。軍事面の歴史家 JFC フラーは、西部戦線を表現して、車の左の車輪が、ケンタッキー州に始まり、ミシシッピ川を降り、続いて、 テネシー州を通って、東に、ジョージア州や両カロライマ州に至る、大きな回転運動であるとした。チカマウガの戦いや騎兵あるいはゲリラによるいくつかの大胆な襲撃は、例外として、西部戦線での4年間はほとんど南軍が負け続けたことが特徴である。戦術的には引き分けても、戦略的には後退であった。 この戦線で成功した北軍の将軍たち、ユリシーズ・グラント、ジョージ・ヘンリー・トーマス、ウィリアム・シャーマン及びフィリップ・シェリダンは常に南軍の対抗者をしのぎ続けた。アメリカ合衆国国立公園局によって作られた作戦の分類では、本校で使うものよりも詳細になっている。NPS 分類の小さなものは省略するか。 大きな作戦の中に組み込んだ。NPS 分類にある東部戦線での117の戦闘のうちほんのいくつかを記述することになる。ベルモントからシャイローまで西部戦線の初期は2つの州、ミズーリ州とケンタッキー州に焦点が置かれた。どちらを失ったとしても北軍にとって重大な足かせになるはずだった。1861年6月に、 ナサニエル・ライアン大尉がブーンビルの戦いで勝利したことが大きく、ミズーリ州は北軍が確保した。ケンタッキー州の場合、南軍よりの知事と北軍よりの議会という事情もあり、中立を宣言していた。この中立は9月3日に南軍のレオニダスポーク少将がケンタッキー州コロンバスを占領したことでまず破られた。コロンバスは ミシシッピ川下流を抑えるための要衝と考えられた。その2日後に北軍のユリシーズ・グラント巡将がその後の軍歴を特徴づけるような個人的独創性を発揮してパデューカを占領した。この時点からは両軍ともケンタッキー州の中立を尊重しなくなった。この事件の流れはケンタッキー州が公式に南軍に着くことがなかった。 ことと、もし北軍が、ケンタッキー州内での作戦行動ができなければ、その後のテネシー州での成功はもっと難しいものになったであろうことを考えれば、北軍の勝利と考えられる。南軍の側では、アルバート・ジョンストン将軍が、アーカンソー州からの全軍を指揮し、カンバーランド地境に進軍した。ジョンストン軍は数的に劣勢な軍隊で、 広い前線を守るという難題に直面したが、横の連絡を取り合う、優れた仕組みがあったので、その軍隊を必要なところへ素早く動かすことができた。また、ポークとウィリアム・ J ハーディという二人の有能な部下の将軍がいた。また、ラッセルビル会議で設定された南部の新しい州都、ボーリング・グリーンを通じて、 ケンタッキー州中部と西部の軍にいる連邦脱退支持者からの政治的な支援もあった。そこの臨時政府は南部政府にも認められ、1861年12月にはアメリカ連合国への加盟を認められた。モービルハイオ鉄道という手段を使って、ポークはコロンバスの南軍基地を素早く要塞化し、装備を整えた。 西部戦線の北軍は統一された指揮系統がないために苦しんだ。1861年11月に組織された者は3つの方面軍に分かれていた。デイビッド・ハンター少将のカンザス方面軍、ヘンリー・ハレック少将のミズーリー方面軍及びドンカルロスビューエル巡将のオハイオ軍であった。1862年1月まで、 西部戦線における戦略的な展開は何一つ合意されず、指揮系統の欠如は明らかであった。ビューエルは東テネシーに侵入し北軍よりのその地を確保し、ゆるりとナッシュビルの方向に進んだが、ジョージ・ヘンリー・トーマス順将がミル・スプリングスの戦いで小さな勝利を挙げた他はその目標に対してなんだ、実質的なことはできなかった。 ミルスプリングスでの勝利は、南軍の西部防衛線を破壊し、カンバランド峡国への道が開かれたので、戦略的な勝利の意味合いもあるが、それでもビューエルは、ナッシュビルに近づけなかった。ハレックの方面軍では、グラントがテネシー川を遡って、ビューエルの進行から注意をそらす動きしたが、ビューエルは進まなかった。2月1日、ハレックは、 テネシー川のヘンリートリデに向けて、グラントが進軍することを認めた。グラントは素早く行動し、2月2日には川を使って、部隊の移動を始めた。この時の作戦は、アメリカ海軍の召喚アンドリュー・フットとよく、連携が取れていた。ヘンリートリデは、反乱源の上にある粗末な砦であり、砲艦からの攻撃には、実質的に耐えられなかった。 ケンタッキー州が以前中立を宣言していたので、南軍は、ケンタッキー州内のより戦略的な位置で川に対する防御を施せなかったために、テネシー州内に入って、すぐのところに砦を作っていた。守備隊のロイド・ティルマン巡将は2月5日に守備兵の、ほとんど全員を撤退させ、11マイル東のドネルソン砦に移動させた。ティルマンは捕虜になった。 テネシー川は、その後北軍が、南部に展開するために確保された。カンバーランド川沿いのドネルソン砦は、ヘンリー砦よりも防御力が優れており、海軍の攻撃も効果がなかった。グラントの部隊は陸路を進んで南軍を追跡し、砦の背面から直接攻撃を仕掛けようとしたが、不成功だった。 2月15日、南軍のジョン・フロイド殉将の部隊が逃亡を試み、ジョン・マクラナンド殉将の指揮する北軍の右翼から、吸収をかけて駆逐したが、逃げ出すための穴は開けられなかった。グラントは、この一時的な挫折からすぐ立ち直り、弱体化した南軍の右翼に攻勢をかけた。砦と隣接した町ドーバーにいたサイモン・バックナー、 順序指揮する南軍は11万5千名の将兵と共に降伏し、グラントが無条件降伏を要求したので、大砲など軍需物資も渡した。ヘンリー砦とドネルソン砦での勝利はこの戦線での北軍にとって最初の大きな勝利となり、二つの大河を手に入れてテネシー州への進攻の準備ができた。ジョンストンの防衛前線が破れた。 グラントが予測していたように、コロンバスにいるポークの位置づけは耐えたいものになったので、ドネルソン砦の陥落後一旦軍を引いた。グラントは、南軍が互いに、横の連携を取るために使っていたメンフィスオハイオ鉄道も切り取った。南軍のボーリガード将軍が2月に、東部戦線から、ジョンストンの元に到着し、 ミシシッピ川からテネシー川までの全軍を指揮することになった。この南軍は指揮系統をうまく分けたので、ジョンストンはテネシー州マーフリーズバラの小さな部隊を受け持った。ボーリガードはミシシッピ州コリンスの近くで部隊を集結させ、攻勢に転じる作戦であった。ジョンストンは3月遅くにボーリガード軍に合流するために部隊を動かした。 北軍の作戦準備ははかばかしくは進まなかった。ハレックは南軍が分割されて個別に、粉砕できるということを理解するよりも、北軍総司令官、ジョージ・マクレランとの関係で、自分の立場の方により、関心があるように見えた。さらに同輩であり、ナッシュビルにいる、ビューエルが、共同行動を取ることに同意できなかった。ハレックはグラントをテネシー側に送り、ビューエルは、 ナッシュビルに泊まっていた。3月11日、リンカーン大統領は、ハレックをミズーリ側から、ノックスビルまでの全軍指揮官に指名し、指揮系統を統一させたので、ハレックはビューエルにテネシー側のピッツバーグランディングで、グラントの部隊に合流するよう命令を出した。4月6日、ボーリガードとジョンストンの下に集結した南軍は、 グラントの準備ができていない西テネシー軍に対し、ピッツバーグランディングで明け方の総攻撃で吸収した。この戦闘の初日、南軍の猛攻でグラント軍を後退させたが、打ち破ることはできなかった。ジョンストンがこの日に戦死した。アメリカ連合国の大統領ジェファーソン・デイビスは、当時、ジョンストンのことを、南軍で最も有能な将軍と考えていた。 二日目の四月七日、グラントはビューエルの応援を得て反撃し、南軍を後退させた。この時、グラントは撤退する敵軍の追撃に失敗したために、大きな非難を受けることになった。しかもこれまでの全戦闘を合わせたよりも、大きな両軍合わせて、約二万四千名という損失を出していた。北軍のミシシッピ側支配は、 しっかりしたものになり始めた。4月7日、南軍が、シャイローから撤退する一方で、北軍のジョン・ポープ少将が、ボーリガード配下の孤立した部隊をアイランド、ナンバーワン例の戦いで打ち破り、ミシシッピ川は、南のメンフィスまでが確保された。5月18日、アメリカ海軍のデビッド・ファラガット提督が、アメリカ連合国の最も重要な海港である、 ニューオーリンズを占領した。北軍のベンジャミン・バトラー少将が強い軍政府で、街を支配したために、住民の間には、かなりの不満が募った。ボーリガードは、ハレック軍の南進に対抗できるほどの戦力を集められなかったが、北軍はその状況を活かすことができなかった。ハレックはビューエルのオハイオ軍、グラントのテネシー軍及びポープのミシシッピ軍が、 ピッツバーグランディングで集結するのを待った。ハレック軍は重要な鉄道の接続点であるコリンスに向けて進軍したが、夜には止まって残豪を掘ったために20マイル進むために4週間を要した。この進行の二さゆえにこの作戦はコリンスの包囲戦というあだ名までもらった。 ハレックがようやくその要塞化された町まで到着すると、敵軍のボーリガードは、損失が予測される防衛を諦め、5月29日に戦わずして撤退した。グラントは、コリンス方面作戦で直接指揮をとっていなかった。ハレックはその軍を再編成し、グラントには、副指揮官という実験のない地位を与え、集合させた3軍を混ぜ合わせて3つの翼に組み直していた。 ハレックがマクレランの後釜で総司令官に就任するために東部へ移動するとグラントが野戦の指揮官となった。しかしハレックは出発する前にボーリガード軍を追跡して打ち破る機会を浪費していた。ハレックはビューエルをチャタヌーガに、シャーマンをメンフィスに、一師団をアーカンソー州に派遣し、ポープにはコリンスの南部を確保するよう命じていた。 コリンスの包囲戦から、南軍のケンタッキー州進港までの両軍の、コードーズ・ハレックがコリンスの後はほとんど成果がなかった。一方で、健康上の理由で退いたボーリガードの後任ブラックストン・ブラッグは、コリンスの真南、トゥーペロに、テネシー軍5万6千名を集めた。しかし、ブラッグは、チューペロから直接北に進軍することは、実際的でないと判断した。 スターリング・プライスとアール・バン・ドンの二人の少々に、グラントの注意を引き付けさせた上で、3万5千名の部隊を鉄道で、モービル経由で、チャタヌルガに送った。ブラッグは7月21日までチューペロを離れなかったが、ビューエルよりも前に、チャタヌルガに到着することができた。ブラッグの全体作戦は、 エドマンド・カービー・スミス少将の軍と連携して、ビューエルの通信線を遮断し、ビューエル軍を打ち破った上で、グラント軍を倒すために戻るというものだった。カービー・スミスは8月14日にノックスビルを出発して、ケンタッキー州進行を開始し、カンバーランド強国にいた北軍を追い、リッチモンドの戦いで、小さな北軍部隊を破った後に、8月30日、 ケンタッキー州のレキシントンに到着した。ブラッグはスミスがレキシントンに到着する直前にチャタヌーガから出発した。ビューエルはナッシュビルから北のボーリンググリーンに向かっていた。しかし、ブラッグは素早く動いて9月14日までにビューエルのルイビルからの補給線に入り込んだ。ブラッグはビューエル軍よりも劣勢だったためにこの機会を活かすことを躊躇した。もし、 スミス軍と合流できれば、勢力的に同等となるはずだったが、スミスの軍は別のことを考えていた。その支援がなくてもブラッグは、ルイビルを占領できると信じていた。ビューエルは、政府から攻撃的な行動を取るよう圧力がかかっており、解任される可能性があった。ビューエル軍が、ペリービルに近づくと、そこにいる南軍の部隊に対峙することに集中させ、始めた。 ブラッグは、ケンタッキー州の南部側知事が、フランクフォートで行う宣誓式に出席することに、しており、当初軍隊と共にはいなかった。10月8日、水源の確保をめぐった、ペリービルの戦いが始まり、戦闘が激しくなると、ブラッグのミシシッピ軍はビューエルのオハイオ軍の一、軍団に対する攻撃で、戦術的な優位を取った。 その夜、ブラッグはビューエルの全軍と向かい合っていることを認識し、ハロッズバーグまでの撤退を命じた。ブラッグ軍は10月10日にスミスの軍と合流した。ブラッグは戦力が上がったにもかかわらず、再度攻勢を取ろうとはしなかった。ビューエルも同じくらい受動的であった。ブラッグはカンバーランド峡谷を撤退し、チャタヌーガを経由して、マーフリーズバラまで戻った。 ビューエルはケンタッキー州でブラッグの脅威に直面していたがミシシッピ州北部での南軍の作戦はビックスバーグ方面作戦の準備を進めているグラント軍がビューエル軍の応援に着くことを阻止しようということだった。ハレックがワシントン DC に行ってしまったのでグラントは西テネシー方面軍の指揮官として何の干渉も受けなかった。 9月14日、南軍のスターリング・プライス少将がその西部軍をコリンスより東に20マイルのイウカに移動させた。プライスは、アール・バンドーンの西部軍と合流して、グラントに対する作戦を実行しようと考えていた。しかし、グラントは、ウィリアム・ローズ・クランズとエドワード・オード・リョウ少将に、軍隊を任せて、イウカで、プライスとバンドーンを攻撃させた。 ローズクランズは9月19日のイウカの戦いで小さな勝利を挙げたが二重に包囲しようとしていた自軍の連携がうまくいかずプライスを捕まえ損なったプライスとバンドーンはコリンスに集まっている北軍を叩き西テネシーあるいは中央テネシーに進もうと決断した10月3日の第二次コリンスの戦いで防御を固めた北軍を攻撃したが 大きな損失を受けて撃退された。南軍は北西に撤退し、ローズクランズ軍が疲れていたので追撃を免れたが、その中部テネシーを脅かし、ブラッグを支援しようという目的は追えた。冬季に入ると、北軍政府はビューエルをローズクランズにすげ替えた。ローズクランズはナッシュビルで補充と訓練を行い、クリスマス直後にマーフリーズバラのブラッグ軍に、 対抗するために動いた。12月31日、ストーンズリバーの戦いでブラッグは、ローズクランズ軍を吸収し北軍をテネシー川に面する小さな陣地まで押し返した。しかし、1863年1月2日、再度ローズクランズ軍を襲う試みは、徹底的に反撃され、南東のタラホーマまで撤退した。ストーンズリバーの戦いでの損失は、 両軍ともに約1万2000名で、その勢力に比して大きなものとなり、西部戦線でも最も流血の多いものになった。この作戦の終了とともに、ブラッグ軍のケンタッキー州に対する脅威がなくなり、ブラッグは中央テネシーの支配を実質的に断念した。エイブラハム・リン・カーンは、川沿いの要塞都市、ビックスバーグが戦争に勝つための鍵を握っていると、信じた。 ミシシッピ川を完全に支配するためには、ビックスバーグとハドソン港が最後の障害となっていた。ビックスバーグは川が屈曲しているところにある高い崖の上にあり、ミシシッピ川のジブラルタルと呼ばれ、海軍からの攻撃も難しかった。デービッド・ファラガット提督が1862年5月に攻撃を試みたが失敗していた。 ビックスバーグ占領のための全体計画は、グラントがメンフィスから南に、ナサニエル・バンクス少将がバトン・ルージュから北に、動くというものだった。バンクス軍の歩みは鈍く、ポート・ハドソンで行き詰まり、グラントにはほとんど助けにならなかった。グラントの第一次作戦は二手に分かれた動きだった。シャーマンが三万二千名の部隊と共に船で、ミシシッピ川を降り、 グラントは4万名の部隊を率いて、川に沿って、鉄道で移動するというものだった。グラント軍は80マイル進んだが、南軍のアール・バンドンが指揮する、騎兵隊に、ホリー・スプリングスで、補給船を立たれたために、交代を余儀なくされた。シャーマンは、ビックスバーグ市の真北にある、ヤズー川まで到着したが、グラント軍の支援がないままに12月遅くの、 地下層培養の戦いで損失を出し撃退された。この時に政治的な思惑が入ってきた。イリノイ州の政治家で少々のジョン・エマクラーナンドがリンカーンからの許可を得てイリノイ州南部で徴兵しビックスバーグを目指して川を下る遠征隊の指揮を取った。マクラーナンドはシャーマンの軍団を自分に割り当てられる予定だったがマクラーナンドが到着する前にシャーマンは メンフィスを離れていた。シャーマンがヤズーから戻ると、マクラーナンドが軍団の管理権を行使した。マクラーナンドはアーカンザス側のハインドマントリデを占領することで、初期の目的からは不可解な回り道をしたが、その主要行動を再開する前に、グラントが再び指揮をとり、マクラーナンドはグラントの軍団指揮者となった。冬の残りの期間を使ってグラントは、 ビックスバーグの町に取り付くための5つの別々の計画を試みた。それらはビックスバーグの北にある川、運河やバイユーを使って移動し土木工事を伴うものだった。5つの計画すべてが失敗だった。グラントは後にこれらの失敗工作は予測していたことであり、単に兵士を休ませないためと士気を上げるためにやったと説明したが、多くの歴史家はグラントが 真に、いくつかは成功するものと期待していたと信じ、またそれらの計画が大掛かりすぎたとも思っている。ビックスバーグ包囲に至る抗軍図、第二次作戦は1863年の春に始まり、最終的に成功した。これは、南北戦争の中でもグラントの最大の偉業と考えられており、また軍事史の中の古典的作戦でも最大のものと見られている。 グラントは、その補給船が脆弱であり、川を使った接近が繰り返し失敗していたので、北西からミシシッピ川を通って攻撃するのは、不可能と判断した。冬季の雨が終わりぬかるんだ道でも通れるようになった、時に、グラントは退去してミシシッピ川の西岸に軍隊を、繰り出した。4月16日、アメリカ海軍の砲艦と輸送船が、 ビックスバーグの大砲の下をすり抜け、川を渡って、ビックスバーグの南、ブルーンズバーグに上陸させることに成功した。グラントは、その意図を隠すために二つの陽動作戦を用意した。ビックスバーグの北にいるシャーマンの部隊による陽動と、ミシシッピ川の中央から、ベンジャミングリアソン大佐に行わせた大胆な、騎兵隊の襲撃であった。 シャーマンは結果が出なかったが、グリアソンは成果を上げた。グリアソンはかなりの数の南軍部隊をおびき出し州内に分散させた。グラントはこの作戦で南軍の二つの部隊と対峙していた。一つはビックスバーグの守備隊であり、ジョンシー・ペンバートンが指揮していた。もう一つはこの戦線の総指揮官、ジョセフ・ジョンストンが指揮するジャクソンの部隊であった。 グラントは単純に北にあるビックスバーグに向かうよりも二つの南軍の通信線を遮断することを選んだ。グラント軍は素早く北東のジャクソンに向かった。一方でグラントには限られた補給線しかなかった。軍事作戦の伝統的な歴史から見ればグラント軍はその補給線から解き放たれている状態であり5月12日の レーモンドの戦いで存在しない補給線を遮断しようとしたペンバートンを戸惑わせた。実際のところ、グラントはジンバの食料のみを地域経済に頼っていたが、その軍隊に弾薬、コーヒー、肩パン、塩などの物資を運ぶ荷車の流れが常についていた。シャーマンの軍団が5月14日にジャクソンを占領した。 全軍は西に転じて、ビックスバーグの前線にいるペンバートンと向かい合った。決戦は、チャンピオニヒルで行われた。ペンバートンは、最後の抵抗を試みた後、街の周りの残壕の内側に尻いた。グラント軍は、ビックスバーグの戦いの初めに2回、南軍に総攻撃をかけ大きな損失を被った。あとは、長い包囲戦に移った。 ビックスバーグの兵士や市民は、北軍の砲撃や差し迫ってきた上に苦しむようになった。ジョンストン将軍が援軍に到着するのを期待していたが、ジョンストンは行く手を遮られ、また慎重になりすぎていた。7月4日、ペンバートンは、軍隊と死ともどもグラントに降伏した。 その前日のゲティスバーグの戦いでのロバート・イーリー将軍の敗北とともにビックスバーグは南北戦争の展開点と考えられている。7月9日までにバンクスがハドソン港を占領した後ミシシッピ川全流域が北軍の支配下に入り南軍は分断された。ローズクランズはストーンズリバーの戦いでの勝利の後 マーフリーズバラをほぼ6ヶ月間占領し、ブラッグはタラホーマにあって、後方の戦略的に重要なチャタヌーガッシを北軍から守るために長い防衛線を敷いていた。1863年4月、北軍のエーベルストレート大佐の指揮する、騎兵隊が中央テネシーのブラッグ軍に物資を補給している、鉄道の攻撃に動き、ブラッグ軍を ジョージア州まで撤退させることを期待していた。ストレートの騎兵隊は、ミシシッピからアラバマを荒らし回り、ネイサン・ベッドフォード・フォレストの部隊と対抗した。ストレートの襲撃は5月3日に、ジョージア州ロームの近くで疲れ切った部隊が降伏した、時に終わった。6月、ローズクランズはついに、ブラッグ軍に対して動き、 タラホーマ方面作戦では輝かしいほとんど無欠の勝利を挙げ、ブラッグ軍を中央テネシーから追い出した。この期間、南軍のジョン・ハント・モーガンが2460名の騎兵隊を率いて、6月11日に中央テネシーのスパルタから西に乗り入れ、ノックスビルに向けて動いているアンブローズ・バーンサイドのオハイオ軍の注意を、 テネシー州南部にいる南軍から空らさせようとしていた。タラホーマ方面作戦の開始時点でモーガンは北に進軍した。モーガン隊は46日間で1000マイルを乗り回し、テネシーから北のオハイオまで橋や鉄道や政府の倉庫を破壊した後に捕獲された。11月、モーガン隊はオハイオ州コロンバスの刑務所から、 大胆な脱走を成し遂げ、南部に帰還した。ローズクランズは、タラホーまで数週間を過ごした後、テネシー川を渡り南に向かって、南軍のジョージア州からの補給線を遮断することで、ブラッグ軍をチャタヌーガから追い出す作戦を立てた。ローズクランズは8月18日に行動を開始し、陽動作戦として、チャタヌーガに2週間砲撃を加えた。 アメリカ連合国の上層部は、ミシシッピの師団とバージニアのジェームズ・ロング・ストリートの軍団を送って、ブラッグ軍を補強した。ローズクランズは、ブラッグ軍を、ジョージア州北西部の岩だらけの山岳地帯に、追っていったが、そこでは、罠が仕掛けられているだけだった。ブラッグは9月19日から20日にかけて、チカマウガの戦いを仕掛け、 ジョージ・ヘンリー・トーマスの軍団に対して3個手段で総攻撃をかけさせた。北軍の応援が到着した時に指揮系統の誤解で前線に大きな隙間が生じ、ロングストリートはその隙につけ込んで北軍を撤退させた。トーマスが配置していた防衛的部隊がいなければ、北軍は総崩れになっていたはずである。ローズクランズはこの敗北で落胆し、 軍を捕まうがまで退いたが、これを、ブラッグ軍が包囲し、街を見下ろす高台を占領した。グラントは、ビックスバーグで兵を休ませ、次にモービルを占領して、東に進む作戦を練っていた。しかし、カンバーランドにいる、ローズクランズ軍のひどい苦境の知らせがワシントンに入り、グラントは彼らを救援する命令を受けた。10月17日、グラントは、 ミシシッピ方面軍全軍の指揮権を与えられ、西部戦線全軍を支配下に置いた。グラントは、ローズクランズをトーマスに置き換え、チャタヌーガに行って、補給物資や援軍を得るために、新しい補給船を開く計画を承認した。間もなく、シャーマンとジョセフ・フッカーの指揮する4万名以上の部隊が合流した。北軍が膨れ上がる一方で、南軍は縮小した。ブラッグは、 ロングストリートの軍団をノックスビルに派遣してバーンサイド軍の前進を抑えさせた。11月24日早朝に第三次チャタヌーガの戦いが始まった。フッカーは市内でも高い2つの山の一つ、ルックアウト山に陣取った。翌日、グラントはもう一つの山、ミッショナリーリッジにいるブラッグ軍を二重に包囲する作戦を立てた。シャーマンが 北から攻撃し、フッカーは南から向かい、トーマスが中央を抑えるという作戦だった。しかし、シャーマンの攻撃は混乱の中で動きが取れなくなったので、グラントはシャーマン軍を救うために、陽動作戦としてトーマス軍に小さな攻撃をかけるよう命じた。トーマスの軍隊は、近まうがで惨めな思いをしていた後だけに、 そのツケを取り戻す機会と捉えて行き上がり、尾根に駆け上がって、最初の攻撃を続け、南軍の前線を突破して、後退に追いやった。チャタヌーガは救われ、ノックスビルでもロングストリートがバーンサイドに破れていた。政治的に敏感なテネシー州東部は、南軍の支配から解放された。アトランタ引いては、アメリカ連合国の心臓部へ直接向いた、侵入路が開けた。 ブラッグは、アメリカ連合国大統領のジェファーソン・デイビスと、個人的なつながりがあり、ペリービルや、ストーンズ・リバーで敗れた後も指揮官の位置に、止まっていたが、ここに来て解任され、ジョセフ・ジョンストンが後を継いだ。アトランタ方面作戦の経路1864年3月、グラントは中将に昇進し、北軍全軍を指揮するために東部に移動した。シャーマンが、 西部戦線の指揮を引き継いだ。グラントは南軍に対して同時に進行する戦略を立てた。それは三軍がバージニアのロバート・イーリー将軍の南軍を打ち破るか行動を規制するためにリッチモンドに向けて発進する。またシェナンド渓谷を抑える。ナサニエル・バンクス将軍はアラバマ州モービルを抑える。 さらにアトランタに進攻して、ジョンストン軍を破壊するという戦略であった。この作戦の大半は失敗した。バトラーは、バミルダハンドレッド方面作戦で行き詰まった。シーゲルは、シェナンドを渓谷で敗北した。バンクスは、運のないレッド側方面作戦に囚われてしまった。ミードとグラントは、 多くの挫折を経験し、オーバーランド方面作戦では損失も被ったが、最終的には、ピーターズバーグを包囲した。シャーマンのアトランタ方面作戦は、大きな成果を上げた。アトランタ方面作戦の開始時点での、ミシシッピ方面軍は3つの部隊があった。ジェームズ・マクファーソンのテネシー軍、ジョン・スコフィールドのオハイオ軍及びジョージ・トーマスの、カンバーランド軍であった。 対する南軍は、ジョセフ・ジョンストンが、テネシー軍を率いていた。勢力を見ると、シャーマン軍の9万8000名に対しジョンストン軍5万名で、大きく北軍優位であったが、北軍は兵士に科を与えて減っていたのに対し、ジョンストン軍は、アラバマ州から1万5000名の遠平を得ていた。 方面作戦の始まりは1864年5月と6月のいくつかの戦闘であり、シャーマンは山岳地でジョンストン軍を南東に追いやることができた。シャーマンはジョンストン軍に正面切って戦うことは慎重に避けていた。その代わりに守備隊の側面を突くようにミサオ軍した。シャーマンが防衛戦の側面を突くと、ジョンストンは次の用意された。 防衛地点まで交代した。6月27日、ケネソーさんの戦いは全くの例外であった。シャーマンは正面攻撃をかけてかなりの損失を被った。両軍ともに鉄道を補給線として利用していたが、ジョンストン軍がアトランタに近づくにつれて補給線が短くなったのに対し、シャーマン軍は長くなっていった。7月20日、 アトランタ郊外でのピーチツリークリークの戦いの直前にジェファーソン・デイビスはジョンストンの戦略に我慢できなくなりより攻撃的なジョンベル・フッドに交代させた。このことは戦略的な誤りになった。フッドはアトランタの周りで数週間防衛戦を固めることに費やした後で明けた戦場でシャーマンに海戦を挑むことを選んだが その勢力的に劣る軍隊では勝てなかった。シャーマンは、その結果、フッドの南からの補給線を立った。フッドは窮地に陥ったことを察知し、9月1日の夜にアトランタを明け渡した。この時軍需物資や施設を焼いたので、街は退化になった。アトランタにおける、シャーマンの勝利と時を同じくして、 デイビッド・ファラガット提督が、モービル湾の海戦で対象し、メキシコ湾でミシシッピ川から、東の最後の海溝が閉ざされ、北軍の海上封鎖がさらに強固になった。アトランタとモービル湾の確保は、北軍の指揮を上げ、エイブラハム・リンカーン大統領の再戦にも大きく、貢献した。シャーマンが東部へ、攻撃的作戦を行う、準備のために兵を休ませる一方で、 南軍のフッドは北軍のチャタヌーガからの通信線を妨害してシャーマン軍を打ち破る作戦を開始した。フッドはアラバマから西部に向かい北に転じてテネシーに進攻した。フッドはシャーマンが追いかけてくれば戦えると考えていた。フッドの動きやネイサン・ベッド・フォード・フォレストによる襲撃はシャーマン軍を大いに狼狽させたので少しは効果があった。しかし、 北軍の将軍は全面的にこの動きに対抗しようとはしなかった。シャーマンはトーマス少将をナッシュビルに派遣しそこの守備軍と共同してフッド軍に当たらせた。一方で残りの軍はサバンナの方角に進行した。トーマスの軍は二つに分かれた。半分はトーマスと共にナッシュビルに入り、他の半分はジョン・スコフィールドが指揮して、 アトランタからの追撃に動いた。フッドはトーマス軍に集中する前にスコフィールド軍を破ることを望んだ。11月29日、テネシーのスプリングヒルの戦いでその機会があったが、北軍はうまくその罠をすり抜けることができた。翌日の第二次、フランクリンの戦いで、フッドは、 強固に残豪で固めた北軍に対して、向こう見ずに、正面攻撃を繰り返し大きな損失を被った。フット軍は、フランクリンで、致命的な板で覆っていたが、12月15日、16日の、ナッシュビルの戦いで殲滅されたと言われてきた。ナッシュビルでは、スコフィールドとトーマスの連合軍に面した、フット軍は、市の南部数マイルの地点で残豪を掘って待った。 早期の準備期間が2週間あった後で、トーマスは、グラントや北軍政府から強い圧力を受けていたので、フッド軍に、大々的な攻撃をかけた。その結果、フッドとその敗山兵はフランクリンに、さらにミシシッピに落ち延び、その後は戦える軍隊にまで回復することはなかった。シャーマンの焦土作戦シャーマンのサバンナ方面作戦は、一般には海への進軍と呼ばれている。 シャーマンとグラントは、アメリカ連合国の戦争に対する戦略、経済及び心理的許容力を、決定的に打ち破った時に、南北戦争が終わると信じた。それゆえに、シャーマンは、焦土作戦を基本とし、途中にある農作物を焼き、家畜を殺し、物資を消費し、公共の施設を破壊する、傭兵士たちに命じた。この方針は、総力戦の戦略として、 鍵となるものである。シャーマン軍は11月15日にアトランタを立ち、2体に分かれて約60マイルを進軍した。右翼はオリバー・ハワード少将、左翼はヘンリー・スローカム少将が受け持った。この2体が進軍した間の地域は破壊が凄まじく何世代にも及ぶ住民の憎しみを作った。サバンナでは ウィリアム・ハーディ少将の指揮する約1万名の守備隊が守っていた。長期の砲撃の後でハーディはサバンナ市を放棄し、シャーマン軍は12月22日に市内に入った。シャーマンはリンカハン大統領に次のような電報を打った。私はクリスマスの贈り物にサバンナ市を進呈したいシャーマンがサバンナを占領した後、グラントの命令で、 その軍を船に乗せて、バージニアの北軍の支援に回るように行ってきた。グラントは、ロバート・イリー将軍に対して、ピーターズバーグの包囲戦で行き詰まっていた。シャーマンは別の戦略を提案した。バージニアに行く代わりに両カロライナ州を進軍し、ジョージア州で海への行軍をした時と同じように、途中にある軍事的価値があるものすべてを破壊していく、ことだった。 サウスカロライナ州は最初にアメリカが州国から脱退を宣言した州であり、そこを犯すことで南部の指揮に与える影響を考えれば特に重要な目標になった。シャーマンの作戦ではオーガスタやチャールストンに結集している小さな南軍部隊は迂回し、1865年3月15日までにゴールズバラに到着することを目指した。 ジョージアの時と同様に複数の部隊に分かれて同時に、抗軍し、参加した南軍の守備兵を混乱させた。この時点での最初の目標は、サウスカロライナ州の州都コロンビアであった。シャーマン軍は再び、ジョセフ・ジョンストンの指揮する、小さくボロボロになったテネシー軍と対峙した。2月17日、コロンビア市が降伏した。町は、大化となり、 中心部の大半が破壊された。コロンビア市の消失はその後の論争を引き起こした。火事は事故によるという者がおれば、報復のために図られた行為という者も,もいる。同じ日に、南軍はチャールストンも明け渡した。2月18日、シャーマン軍は、コロンビア市にある軍事的価値があるものすべてを破壊し尽くした。 南軍の最後の重要な開港をウィルミントンは2月22日に降伏した。ジョンストンの最後の抵抗は3月19日から21日にかけてのベントンビルの戦いであった。ジョンストンは北軍がゴールズバラに到着する前にスローカムの受け持つ一億を破ろうとして失敗した。シャーマンはジョンストンをローリーに追った。4月18日、リンカーンの暗殺から3日後に、 ジョンストンは、ダーラム駅近くの農家、ベネットプレイスで、シャーマンとの休戦条約に署名した。シャーマンは、グラント将軍やアメリカ合衆国政府からの承認なしに、政治から軍事までの幸福条件をジョンストンに提示したことで、政治的な問題に巻き込まれた。この問題による混乱は4月26日まで続いた。この日、ジョンストンは、 純粋に軍事的条件に同意し、正式に、ジョンストン軍と両カロライナ、ジョージア及び、フロリダの南軍すべてが降伏した。これはその月では2番目の重要な降伏だった。4月9日、ロバート・イーリー将軍の北バージニアがアトマトックスで、ポトマック軍に降伏していた。まだ小さな抵抗勢力は特に、テネシーやミシシッピに、夏まで残っていたが、 実質的な南軍の敗北であった。ありがとうございます。